驚いた？驚いたわ。お前も？幽霊。私普通に幽霊と喋ってんじゃん。なぜかね。ありえねえよ。だって事実こうして喋ってるじゃない。あのさ、お願いあるんだけど。なんだよ。お母さんの様子見てきてほしいの。死んでから1週間経ったけど心配なのよ。うち母子家庭だからさ、お母さん一人で大丈夫かなってね。聞いてる？聞いてる。住所書くから。なんだかな。行ってきた。サンキュー。お線香をあげてきた。どうだった？元気だったよ。そう、よかった。お前、本当に死んでたんだな。そうよ。ありえねえよ。なんで死んだ人間が喋ってんだよ。いいじゃん、貴重な体験じゃない。勝手なこと言うな。そうか、お母さん元気だったか。いいって言うのに食べてけって。一緒にご飯食ってきた。お前の母ちゃん、ご飯2杯も食ってたぞ。おかずは何？肉じゃがとか大根煮たちとか、茶色いやつばっかだった。煮物好きなんだよね、うちの家計。一人じゃおかずが減らなくて困るってさ。食べたいな、お母さんの肉じゃが。持ってきてやっか。いい、思い出しちゃうから。何やってんだ？ちょっとね。大丈夫か？心配してくれてるんだ。当たり前だろ。まあ相当おかしかったぞ。あのさ。何？ここに女の子が見える？Yasuko。真面目に聞いてるの？いるわけないだろ。何言ってんだよ。お前どうしたんだよ。そうだよね。ごめん。私ちょっとおかしいの。変なこと言わないから。怖えよ。もう頼むよ。ちゃんとしてくれよ。もう言わないって言ってんだろ。逆切れすんなよ。切れてねえよ。仕事いいのか？あー、そっか、そんな時間か。よし。
事何してんの？キャバ嬢。すごい。すごくねえよ。楽しそう。楽しかねえよ。あいつ稼ぎねえから私が食わしてんの。かっこいい。まあな。何一人で喋ってんだよ。別に。マジで怖えよ。大丈夫かやすこ。大丈夫。アホ。行ってくるね。よし。女だ。大丈夫だって。いや飛ばないって。いや噛まないって。いもうゴキブリぐらいで死ぬ死ぬ言うなよ。 あれないの？あのコックローチとかスプレーのやつ。あ、ないんだ。じゃあ雑誌かなんかで叩いちゃえば。もう早い。もう分かったって。もう行くから。うん、もうすぐ行くから。うん、じゃあな。しかし若いってのはいいね。そうですね。自分の若い頃を思い出しますよ。あ、だってあれでしょ、童貞だったんでしょ。だよね。うん、童貞でもそんなあのもうウハウハでしたよ。でしたよ。何言ってるの。何ウハウハでしたよ。ウハウハって意味わかんない。それはもうわかんない。もう女の子女の子おっぱいおっぱい。あれ、いや。ちゃうよ。浮気ですな。そうですな。いいですな。おい、こっちは下げ下げ。おい、そうですね。中島、なんかゲーしろよ。ゲー。うん。あ、それじゃあ、巷でバカウケのゲーを一発。お。飛びます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 。なんだよそれお前。のぞみちゃん困ってんだろおい。いやいや、すごくウケてんすよ。知らないんすか。松井さん、童貞の人がやるとウケないっていう噂なんです。何言ってんすか。童貞だから飛ぶんじゃないですか。何言ってんだ。飛ぶって言うなよ。ちょっと騒ぎすぎ。まあまあ、のぞみちゃんも一杯どう。うん、いらない。夜だね。カッパエビセンは柔らかい方がいい。カッパエビセンは茂った方がいい。カッパエビセンは。お姉さん、お帰りなさい。ちょっと宴会を。いい加減にしろよ。のびのびお酒なんか飲みやがって。その日本
私取っといたやつなのに。座って座って、駆けつけいっぱいといきましょう。どうぞどうぞ。なんだお前ら。お疲れさん。たくさん。お前らは。おお。集中。女のところにね。飛んでいきましたよ。浮気してますよ、彼は。は？つながらないよね。出るのかな。出ないよね。男はしょうがないね、うん、マジか、それ私らは聞いてましたもん、女と喋ってるの。今すぐ行くからって、もうずいぶん前に、うん、ちくしょう、あの野郎酒おおどうぞどうぞ。お姉さん、いけるね。もう一杯。いけますね、どうぞ。おい、おっさん、お前はなんで死んだんだい？ちょっと恥ずかしいですわ。言えよ。言っちゃいます？お正月にお餅を喉に詰めまして。ニュースとかでよく聞くけど、本当にあるんだ。せっかくの正月が台無しですわ。おい、バカ。お姉さん、いい体してますね。まあな。おお。おっぱい一さ、おませてもらっていいですか。いやだよ。じゃあわしも一さ。いやだよ。なんか熱くなってきちゃった。脱いじゃおうかな。